いや、孫仕上がってますね。反応もすごいいいですし、対策を完璧にこなすだけではないですね、これ。さあ、大将、中堅戦。さあ、まずは玉の打ち合いになってくる。さあ、お互い玉を打って、じわじわと前を詰めながら、まず孫が動いた。破壊力は若干孫有利。さあ、息詰まる展開。さあ、いけ。さあ、押し込んでいく。竜巻でうまくかわして、さあ、いい昇竜拳投げていく孫。そこはしっかりキャッチ取っていく。さあ、地味だが徹底している孫。さあ、灼熱で、さあ、今度は弾数で勝負。さあ、ノーマルはしっかり打ち返していく。さあ、ダイヤ置いてある。投げ足裏で逃げるはもう正気。さあ、サード打って、さあ、タイムフルに使っていく。ダイヤ刺さる。さあ、ここから刺さって、おっと誘った。灼熱しっかりアバカ釣って、まず桃地が一本。さあ、押し込んでいって、じわじわと体力を削っていく。アパカ刺さる、移動、これは痛い。しかし、めげずに逃げていく。刺さった逃げて、一本取り返して。さあ、リージョンかけたのはヒーローズ。さあ、そして弾の打ち合いへ。さあ、大輝系中継で押し返していく孫。さあ、飛びガードさせ、投げが通る。そこはしっかりギャップ取っていく。大輝系で押し込んでいく桃地。2つ打って足合い、もう一度球の打ち合いへ。さあ、ここからゲージを稼ぎ大抵。さあ、2つ上げて動かない、発射していく。おっ、これはゴールは3つ4つつながって、さあ、こっち大ファン、あー三下。さあ、ここはどこまで減るか、残ったー、無敵時間の勝利、すごい。さあ、第1試合も大将戦へ、すごかったですね。いやー、あの土壇場で完璧なコンボ、さすが桃地ですね。対する2B 側ヒーローズは大将ネモチュンに。さあ、これどういった展開なんでしょうね。そうですね、これ一般的には攻撃がかなり有利という組み合わせなんですけど、なるほど。さあ、攻撃有利をいきなり押し付けていく。ここは低昇竜で返す。さあ、いきなり怒涛のラッシュです。昇竜決まって、あっという間に先にリーチをかけたのは桃地豪輝。さあ、これきついな。ゲームパンチから2つでこの辺ゲスパロン返して、あーっと、これは
お小遣い犠牲チーム Goki wins!